お疲れちゃんです、ラットです。今日はですね、こちらトリプルエリクサー大会が来てますので、こちらのねおすすめデッキ3つ紹介していきたいと思います。まだね、僕のこの今ログインしてるアカウントは5勝とかしかしてないんですけど、もう一個ね、砂漠の方で一応20-0まではねやりまして、ちょっと強かったデッキ、これなんか使いにくかったなとかいろいろあったので、まあその辺もね話しながらできたらなと思います。ちなみにね、前こっちのアカウントでグローバル大会が2位取った時、トリプルエリクサー大会だったんですけど、39勝多分0敗ぐらいまで行ったんですよ。具体的に覚えてないんですけど、まあそれぐらいトリプルエリクサーちょっと僕強いんでね、まあその時に使ったデッキとかも話しながらねやっていけたらなと思います。というわけで早速ね紹介していくんですが、これがね前回の大会で僕はねもうグローバル2位、世界2位取った時の使ったデッキなんですけど、まあ、メガヘントスケラーで、今回このデッキはトップ3には入れてません。というのもまた環境がね変わってて、なんかね弱いわけじゃなかったんです。このデッキも使ったんですけど悪くはなかったんですけど、なんか結構ギリギリな試合が多くてね、ちょっと違うなと思ったので、まあ参考程度に、はい、気になった方はぜひ使ってみてください。ピンポンピンポンピンポン。まあ、そんなわけでね、第3位発表していきます。3位がねこちらですね、高回転ゴブドルオールブレイカー。これはね高回転好きな人がねめっちゃ使ってます。でなんか空にも強くて、今回のこの大会まあラバがやっぱ多いんですよ。もうラバポイズンとかラバライトとか、まあ、ラバがめっちゃ多くて、まあそれにもね結構戦えるけど、まあ使うのが難しい。まあ、あとはトリプルエリクサーなので襟漏れが多かったり、なんかあれって気づいたら負けてたみたいなのもあるので、まあ、高回転好きな方にはおすすめかなと。というわけでこれねやっていきたいと思います。まあ、大事なのは攻めるのをねやめないことかな。もう常に攻めまくるみたいなね、回転が早いんでね。あとはエリクサー漏れちゃうんで、8コスとか9コスとかね、そんぐらいになったらもう8、7コスで基本的にねどんどんコスト割いていきましょう。じゃないとコスト無駄になっちゃうんでね、でゴリゴリ攻めてあげてみたいなね、もう攻めるのはやめないですね。さあ5をでしっかりこの辺も溶かしていくと、ウスパーキーもう回転が早いんでね、なんかよくわかんないことになるんですけど、もう回転ゲーだと思ってください。さあ柳目打たれるが、まあまあこれは大丈夫でしょう。よいしょ。でウォールブレーカーもね飛ばしそうだったらちょっと飛ばしながら、よいしょ。さあもうライドラだけで、ね、ライドラだけで、ね、やってくれコウモリ。さあいっぱい来る。攻めるのを、ね、あんまやめたくないんですけど、ちょっとやめざるを得ない状況になってる。やめて。さあ打たれる。なんかね意外とね陸受けがちょっと少なくて、メガナイトの受けちょっと大変みたいなとこもあるんですけど、ゴリゴリ攻めていきます。でロケット押しも相手がね矢波とかポイズンとか持ってようか、何周もね回していく感じですね。さあマザネク、あれ5打つか。5打っとかないと後々ねめんどくさくなるんでね。でもゴブドリとかもね本当は飛ばしたいよね。さあどんどん攻めるっていう、まあ忙しいっすね。だからなんか慣れてないと事故るよねっていうデッキかな。慣れてれば逆にめっちゃ強いっすね、正直。さあマザーネックね、よいしょ。さあ5打つ、もうゴリゴリねウォールブレイカーも飛ばしながらいくと、まあ、結局は回転が早いんでね相手が追いつけないですね。そうそう、相手のペースに刺した瞬間負けます。このデッキは常にもう自分のねペースと俺のターンっていうので戦っていかないといけません。あとはサンクラウンを、まあ、取れないこともないんだけど、毎回取れるかって言われるとそうでもないので、まあ、こういうトリプルエリクサー大会とか、まあ、グローバル大会って同じ順位だった時にね、同じ勝利数か、まあ、だった時にクラウン数が多い方がね順位が上に行くんで、まあ、そんな時にやっぱクラウンね取れないデッキはちょっと不利になるというか、あとねクラウンが1個多ければなんか勝利がバッジもらえたとかね、いろいろあるんで、まあ、そういうところもねちょっと考えながらっていくと、まあ、3位になりましたね。別に悪いデッキではないんですけどね。やばい、待って待って、汗。さあマザーネックには5ってね、オーケー。でちょっとね守りすぎてたようなので攻めていきましょう。よいしょ。さあ金ギドできませんでした、ごめんなさい。疲れるねただただ疲れるね。うん、あと僕もでもこれ真面目にクラウン欲しいんでちょっと取りいきます。いや間に合ってほしい、いや本当にクラウン欲しいんだ、いや俺結構ガチでクラウン欲しい。あー待って、痛すぎる。クラウン3クラね結構取りに行きたかったんですけど、まあまあまあっていうデッキですね。もう一戦ぐらい行こうかな。まあなんか上手い人が使うともう相当強いね。なんかザップとかもやっぱねトリプルエリクサー入ってこないんですよ。矢の雨ポイズン、ファイボライトニングとかが多いんで、まあそうなってきた時にコウモリもね、まあそこそこに無双する。よいしょ。
さ、でマザネックぐらい来たら5落ちたいけどさ、ポイズン使ってきた。もうゴリゴリにね、なんか一生攻めるみたいなね感じっすよね。一生攻めてあげて、でこのねコウモリにしっかりねドリルで合わせてあげて、ウォールブレイカーも行ってあげてみたいな。まあ回転がね早すぎてちょっと大変なんだよね。逆に弱点みたいなとこある、回転が早すぎる。そうダメージは入る。あ、こんなもしっかり蓋してあげてね。でカウンターですね。でしっかりウォールブレイカーもね多い打ちでね行ってあげると、もう大体棒ポイとか棒ファイボとかか、そう使わないといけない。で今回の相手もデッキはねファイボポイズンのデッキなんですけど、なんか今回ファイポイが多いです。今までだから前回かな、ライトニングがちょっと多かったんですけど、今回に限っては結構ファイポイのデッキが多いですね。そうそうそう、まあ、なんでなんだろうって感じなんですけど、まあ、前回小屋系がちょっと流行ったんですよ、まあ、だからその小屋を意識して、まあ小屋対策でね初っ端からいるのかなっていう思いもありますし、なんかこうマザネクとかね、そうそう、ゴブ小屋プラスマザネクとか両方にやっぱねファイポイだと対応できるよねっていうので、ファイポイデッキはね結構いますね。やーべ、結構暇になったな。結構暇になるのがねマジ一番良くないんだよねこれ。相手ファイバースしてる、でかさ、ポイズン、やっぱ暇になりがちなんだね高回転。よいしょ、さあもう常に攻めてあげるっすね。常に攻めてあげないとピンチになります。あと小屋なんかめんどくさいね、小屋がめんどくさいね。さあちょっと一回楽しちゃっていいですか、一回だけね、一回だけだから許して。よいしょ、やばいよー、ちょっとだけやばいって、疲れてくるね。よいしょ、さあ耐えます。守りはそこそこに硬いですからね。であとはもうねクラウンだね、クラウン取りたい。さあもうテスラ置いてロケット押しね5周ぐらい出してあげるイメージで。あの声ファイブっていいのかな、打ってんだよな、すげえ。いやめっちゃいいホバ。さあしっかりねこの間にも攻めてあげる、攻めてあげるのが大事。ウォールブレイカーやっぱ2コスなんでね、2コスでカード回しになったら普通にロケット押しとかねもう1周早く出せたりするんで、まあカード回しっていう意味でもウォールブレイカーねどん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 伝えてあげればいいですね。さあ何かが入ってる何かが入ってる。さあ僕があのまあ事故んなければもう勝ちだと思うんで、しっかりね最後守ってあげてね。テスラも置いて、あ、ファイブ打ちてえな。ファイブ打って終わりと。まあ、大変だね。トリプルエリクサーはね、楽したいよねっていうのがちょっとあるかもしれないね。さあ、というわけで、続いて、第2位ですね、こちらです。はい、小屋小屋の、いや、小屋小屋じゃないんですよ。小屋が1個になりました。まあ、これもファイブ対策ですね。小屋1個のメガナイトファイっぽいですね。はい、だからファイポイがねちょっと流行ってて、まあその中でもねよく使われてたのがこれかな、メガナイトムート。そして一応このねファイボック活躍が4枚あるので、相手がファイボライトでもまあどっか2つ、ファイポイでもどっか2つが生き残るよねっていうので、まあしっかりね相手のスペル1枚で2体が処理されるみたいなことをなくせば結構活躍できるデッキですね。というわけでやっていきます。ていうか何でも今の対戦相手のデッキかもしれないですねこれ。そう流行ってますねファイポイ。トリプルエリクサーね、コストがいっぱいある分、ユニットがその場にたくさん出るんですよ。まあ、小屋とかであったりね。その分、スペルをね、いっぱい打てると強いね。スペルで相手のユニットやれるんでね。まあまあ、キョスケ最強時代だったら絶対キョスケとかがね、入ってくるんですけど、まあ、キョスケ最強時代じゃないんでね、もう。さあ、そして今回の相手はなんか、ペッカ工場だ。ちょっとだけなんかきつそうじゃない?勝手に。勝手にとかなんか、ペッカ工場は、ちょっと汗汗ですよ、マジで。さすがにちょっと焦らん?ペッカ工場。やばいな、マジでやばいよな。普通になんか焦るんだけど。もしかしたら負けるんじゃないかっていうね。ペッカがね、やばいよね。ちょっと怖いよね。待って、マジで怖いよね。じゃあ一回丁寧に行こう。マジで、普通に負けられる。完全にだってメガナイトの上位互換だもんな。まあ、ファイポイなんで、相手のエレキマゼニクあたりに、あー、いいポイズン。ね、毎回打てるってなったら悪くはないんだけどね。さあ、で、なんか今回、なんかね、地味なデッキ、地味って言ったらあれなんですけど、粘り勝ちみたいなデッキ多いですね。一発ワンパン KO みたいなデッキはちょっと少なくて、なんかじわ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 戦っていくようなデッキが多いイメージをしました。なんで、まあ、粘るのも結構大事になってきますね。今回の相手とかもなんですけど、
で今みたいにポイズンだけで、俺のユニットね、小屋とマズネク両方処理とかされるのが良くないですね。そこだけ気をつけていきたいね。まあ5分ぐらい以上しょうがないんですけどね、ぶっちゃけ。あれ、棒ポイでもいいし、踏んでもいいな。まあ棒ポイするか。さあ。で、高山ジューチャは、ユニットで行けそうだったらユニットで行きたいね。さあ、ムート振り向くんじゃない？振り向かないのか。いや、相手のマジで天才だな。さあね、なかなか地味なバトルがね、繰り広げられているものの、まあ、粘り勝ちデッキなんでね、今回このデッキに関しては。まあ、粘り勝ちされるパターンもあるよね、すごい。まあでも、しっかり小屋とかね、置いて、あとしっかりね、ファイアボとかポイズンも打っていくと、まあ、いずれ俺のターンが来ますね。結局、ホバとかがやっぱ無双して、そこに対して相手がね、ポイズン裂かないといけないってなったら、五分小屋が残るんでね、この五分小屋の圧でね、なんとかなりそう。さあ、頼むよ。頼むよ。ポイズン削りされるんでね、僕。さあ、ポイズン？いや、打ってこない。いや、これメガネと間に合う。間に合う。オッケー。やべえ、耐える耐える耐える。いや、ちょっと怖いね。橋前マジアちゃんも全然来るからね。こうなってくるとなんかね、焦るっすよね。もしかしたら負けると思って。ね。さあ、真ん中ザッピーとか置いてね。相手の、やりたいね、メガナイト。ペックか。そう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 。今、ザッピー強いからね。ザッピーで、遅延効果かけながら、さあ、小屋置いて。いや、あれはね、踏みたいね。あれは踏みたいね。踏んで、もうちょっと高すぎるかな。踏まなくてもいいのか、もしかして。なんならこことか。一発打ってもらって、ナイス？いや、いいね。ポイズン。いや、絶妙すぎる。やばいやばいやばい。やばいやばい。ちょっと怖い、ちょっと怖い、ちょっと怖い。さあ、これもうゴーストのダメージが言いたくないんだよね、僕。いやーもうなんか、ちょっとね、ユニットがめっちゃもったいなくいかれてる気がするんですけど、ちょっと寝起きパワーってことで、お許しください。さあ、ホバゲー、ファイブ打つ。今んところタイブレイクでは勝てそうなので、まあ、左側にね、結構ユニット寄せしながら、そうすると相手もスペル打ちにくいんでね。左にこれメガナイトとか展開しちゃってもいい気がするね。で、ちょっと後ろから出して、ジャンプさせよう。よいしょ。さあ、R5 美味しいな。神5決まるんじゃない？いや、ユーナの受けがうまい。いやー、でも硬い。なかなか通らん。さあ、なかなか通らん。なかなか通らん。スペル削り大会になってくるっすね、こっからなんで。結構、ポイズン打っていかないといけない。さあ、ポイズン。いや、いい。こういうデッキなんでね。これ、ザッピンに来てほしいな。いや、ザッピン来るんかい。マズネクいらない。さあ、しっかり陸受けしてね。いやー、なんか疲れるな、このデッキも。ラスト1位のデッキが一番いいね、やっぱ。ちょっとね。1位を使ってほしい。まあ、2位とかこの辺も悪くないんだけどね。やっぱ1位がいいね。やばい。これちょっとだけ負け筋。まあ、でも E5。さあ、タイブレイクっすね。僕は相手のユニットが入らない限りは負けない。いや、クランしかも1個なんでね。なんとも言えない。なんとも言えないが、まあ、負けはしないね。しかも相手がペッカなんで。まあまあ、勝てるのはでかいですね。さあ、ちょっとギリギリっちゃギリギリですけど、なんかもうほんとファイポイ削り。で、メガナイトが通ればいいですけど、やっぱなかなか通らないので、まあ、メガナイト、そしてムート、まあ、小さいダメージ稼ぎながらね、粘りがちデッキですね。さあ、ちょっともう一戦行きましょう。なんかね、意外とメガナイトホバとか、メガナイトザッピーの形組めると、ダメージ通ることもね、結構あるんですけどね。今の相手に関しては全然でした。さあ、やばい。やばい。これフリーズ来るパターンやん、絶対。やばい。待って、しょっぱなから、やばい、初手始め頑張れて、超えなかったの痛すぎ。まあこれは、ダメージ受けたんですけど、相手が攻めてきたんでカウンター狙います。メガネとジャンプしてほしかったな。さあ、インフェ。まあまあ、ここはもう無理せずね。無理せずね。無理せずね。無理は禁物よ。さあ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 。あのプリンやっぱ厄介なんでね。やっときます。さあ、こっから俺のターンですよね。今ダメージ受けたんで、次俺にダメージ入れさせてっていう。で、相手スペルあんのかな？まあさすがにやるか。これちょっとね、目が、お、いいんじゃない？このムート。刺さりそう。しっかり踏んであげて、インフェがこのタイミングでしかも溶けるってなると、俺のメガナイトが無双するね。いや、いいよ。いや、これ来たんじゃない？さあ、来たっぽいで小屋置いて、いやー、いいね。いいユニットの位置や。あ、でもこれもう絶対止まんないやつだよね。
で、ここで右側にムートも行ってもいいんだけど、結局メガナイトでね、踏まれるっていう可能性を考えたときに、逆サイ行って削った方がいいです。いや、いいね。OK、OK。だからそう、こうなるんですよ。基本的に、なんかこの小屋とか、ザッピー、ムート、ホバあたりが大量に溢れて、そうそう、結構なるんですよ。これが、まあ、理想というか、まあ、こういうデッキですね。はい、さっきの相手めっちゃ粘るのうまかったですね。さあ、ナイス。いや、ホバ3体飛んでるなんか、すごいですね。めっちゃ回ってるし。さあ、ナイス。まあ、今みたいなね、メガナイトの後ろにいっぱいニットつけて、まあ、両サイドね、ムートでも攻めれるっていうのが、このデッキの強み。さあ、続いて第1位やっていきます。こちらです。はい、ラバライトニングポイズンですね。しかも、ホバリング砲入り。なんか、最初、ラバもファイポイだったんですよ。ファイポイで、このホバの枠が縦の戦士がね、めっちゃ流行ってたんですよ。そう、ファイポイラバね。なんだけど、結局、ライトニング型のラバに勝てないんですよね。ファイポイラバだと、インドラのリセットがきつくて、まあ、ライトだとね、そこを突破できるっていうので。で、ラバ対決同士で、ファイポイとライポイでどっちが勝つってなった時に、ライトになって、頂点はね、今、ライポイかなというわけですね。多分前ね、もしかしたらファイボだったんですけど、まあ今回はもうポイズンですね。ファイボである理由は多分そんなないというか、結局小物系、ロケット方式とか、まあなんか小屋にもポイズンが優秀だよねっていうので、ファイライトではなくポイライトになりました。こちらね、一番おすすめですやっていきたいと思います。なんなら前のグロ隊では、ファイボライトとかでね、すごい使われてたイメージがありますね。多分トリプルエリクサー上、このね、デッキはずっと強いんでしょうね。さあ、で、相手がスパーキー、これに対してはもう空で合わせていきます。空で合わせて、まあ、空ユニットだけでもうね、後衛はスペルでボコボコにしていくっていうのが理想かな。さあ、で、あれね、ライト打ってね、やっつけたいんですよね、ライドラを。そうしたら、もう、俺の空だけ残るんですよ。そうそうそう、俺の空だけ残ったら、俺の空だけでこう回収できるんですよね。で、どっか行っちゃったんですけど、ユニット。こういうカウンターに、まあ、ラバーとか本当はつけてあげてね、もっともっとカウンターするのが理想ですね。相手がね、まあ、スパーキー系とか、陸デッキだったら、空を多めに出すってね、イメージを持ってもらえると戦いやすいかもね。もう空ばっか出してください。空ばっか出して、もう空から一方的にね。だってこれ、相手空に攻撃できないんでね、絶対俺の方が有利になるんですよ。で、相手の空はしっかりライトニング削りみたいな。このデッキも、破壊力ワンパン、あるっちゃあるんだけど、まあ、結構じりじりデッキの一つで、しっかりラバ展開、空ユニット展開で、あとはスペルで相手のユニットを処理する。で、俺のユニットが残ったら、なんかね、それで相手がきついよね、みたいな。そうそうそう、じりじりデッキですね。しっかりスペルで相手の空を潰す。そしたらね、ずっと俺の空だけ飛んでるんですよ、これ。これはもうスペル決定できそうだな。そうそうそう、それがね、あの理想な戦い、理想的なね。俺の空だけ一生飛んでるっていう。あ、ライトで落ちんのかな。これね、ダメージ受けるんですけど、俺の空がずっと残ってるんでね。さあ、ポイズンで、まあ、フィニッシュと。いうわけで、まあ、空をいっぱい出そうぜっていうデッキかな。まあ、メガナイトとか、空の来た時に陸受けでね、ゴボーリ出したりはいいと思うんですけど、基本的に空多めでスペル打ってくっていうデッキかな。まあ、このデッキはね、めっちゃいいね。なんか、安定感ある。まあ、ファイポイでもいいと思うんだけど、ファイポイだった場合、ライト型に勝てないですね。勝てないこともないかもだけど、きついと思うね。これ、しょっぱなちょっとすることなかったんで、折からいきます。さあ、ラバですね。まあ、インドないのはちょっと辛いですね。さあ、ちょっと汗汗な展開ですけどね。怖いよね。マジで怖い。で、もう一個インドラまで来たら、ライトニング打ちたい。まあ、相手もね、打ってくるかもしれないしね。さあ、ホバーをね、やれないの痛い。で、相手もライトだ。さあ、形や、そしたらほとんど同じかもね。そして、ヤナアメ型だ。さあ、ヤナアメ型は結構これね、渋いんですよ。ちなみに。ヤナアメがね、結構渋みなんでね。さあ、で、陸で意外とこうバルキリーとか流しとくと結構強いです。インドラにね、ライト落ちたんだけどさ、相手インドいないのかな？もしかして。で、ユニット僕ね、ベビー、インド、ホバリング、すべてのね、ユニットが離れてたと思うんですけど、まあ、ライトニングとか、ファイボボとか、ポイズンとかで、まとめてやられないようにね、ユニットしっかり離した位置に出していくのがいいね。さあ、で、陸出しってことなんか意外とね、ラバパピーの竹取れたり、俺は好きなんですよね。そう、ラバの下のね、こっそり陸。で、ホバは徹底してやる。まあ、ヤナアメがちょっと辛いね、これ。普通にミラー対決はヤナアメある方が絶対強いから。さあ、空残せたら熱かったけどね。ちょっとやばいね。ホバ行かれたら。ホバ行かれたら結構やばい。ちょっと棒ポイして、相手なんか軽いのがインドとかいないのかな。
ね、ビビスケドラホバだもん。いやー、これめっちゃいいホバ来た。それやばい。ちょっと待って、柳雨がさすがにやばい。でもインドいない分ちょっとね、でかい俺はね。そうそうそう、ホバ出してもライト打たれそうだからな。よいしょ、今溶かす、早めに溶かして、ホバ来たらライト打ちたいぐらいかな。ライト嫌ですね今回多分。ライト嫌なんで、ライト打った後ホバ最強。あれなんか打ちたいね。あ、ポイでいいね。オッケーオッケー。こういうのね、ポイズン非常に優秀っすよね。まあ、あとはまあタイブレーカーかな。なんでこう一発で持っていく破壊力ってよりかは、こうじりじりね、ラバとスペルで削っていくみたいな、本当にね、こういうデッキはね今回強いですね。よいしょ。さあ、あと20。あー、これ相手諦めてくれたかな。マジでサンクラもらえるかもらえないかマジででかいんだよね。そう、クラウン数で世界が変わる。オーケー、ナイス。ラバ対決はマジね、ヤーの方がいいけど、インドいたんでそこはね有利取れましたね。そうだから、ラバがちょっと多いんで、なんかね、矢の雨にしてるのもあるんですよ。このホバリング砲が矢の雨になって使われてるデッキとかもあって、まあ僕もそれを結構使ったりはしてるんですけど、まあ嫌だったね、やっぱ3枚スペルでラバとかになって結構カード回しにくいとかがあるんで、まあおすすめとしてはこっちだけど、矢の雨でもまあいいと思うね。はい、というわけで今日はね3つ紹介したんですけど、まあ圧倒的1位がおすすめ、まあでも2位3位もね強いです。絶対マッチングすると思います、相手としてね。なんでまあこの辺のデッキ使ってね、皆さんもぜひ報酬ねもらいに行ってください。よければチャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。ではお疲れちゃんでした。またね。